すき家に、カレーがリニューアルしたのと、なんか辛さが調節できるようになったというのを聞いたので、行ってまいりました。非常にあのメニューももう2ページにわたって、種類が増えてるんですね。で今回はもうあの辛いやつを行こうと思いましたので、シンプルに、カレーで 1.5 盛りぐらいにしときました。カレーの 1.5 盛りの辛さ、あのちょっと 5倍の2個分ってできます？5倍の2個分、5辛のできました。5倍の2個分なので通合10辛ですね。なんか作るの大変やったみたいで、ルーがちょっと余って多かったのでということでつけてくれはりましたが、ありがとうございます。5辛で100円で2個なので10辛で200円プラスになっていますね。 1.5 盛りで780円とで、サラサラ系になっております。で食べたんですけど、そんなに辛くないんですよ、言うほど。もうなんかココイチの10辛ぐらいイメージしてもう覚悟していてたんですけど、ココイチで言うと3辛いくかいかへんかぐらいじゃないでしょうか。で肝心のカレーはあの具も少なくなってる分溶け込み系なんでしょうね。ちょっと甘めで、美味しかったですけどね、本当に。であのちょっとスパイスがプラスされたっていう感じで、辛さも僕的にはちょうど良かったですね。いやこれは僕はすき家のカレーは進化したと、思っております。辛口ソース10数量10というのが多分イレギュラーなんでしょうね。でも一応打つことができるみたいですね。まあ、場所は江ノ町のこの辺なんですが、バイト君も多分初めてだったようで、って言われて、で相当イレギュラーなのかめちゃくちゃあの提供に時間がかかって大変そうだったので、あまりちょっと言うと大変なのかなというのはあるのですが、お願いしたらやってくれるところもあるっていうぐらいのレベルの、あれなんじゃないでしょうかね。いやちょっとバイト君にいやごめんなさいねって言って、イレギュラーなこと言ってごめんなさい、ほんま時間かかってって言ってちょっと謝っておきましたということでございます。そんなすき家のカレーの10辛バージョンでございました。いや良かったです。チャンネル登録はこちらでよろしければお願いいたします。それではまた明日です。ありがとうございます。